持ってるからやんないですけど。確かね、どれだったかな？これかな？ 20 人、これやったかな？一つダッシュ。これだったような気がするな。虹色の、タイトル画面が虹色のやつがあるんですよ。あ、違うわ。これじゃないな。あ、これか。これや、これ。これすごいんですよ。これちょっとやってみますけどね。これすごいんですよ。これ、まあ、ストダッシュですけどね。これ、あれですよ。ちょっと改造ゲームなんですよ、これね。ほら、ちょっと飛んでいく、波動拳が飛んでいく方向の違うんですよ、これね。そうそう、ちょっとね、昇竜拳の角度も違いますしね、ちょっと面白いんですよ、これね。これゲームセンターでも僕見たことあるんですけど。技結構でも出やすいですね、このゲーム機でもね。でも強えな。あ、やばいやばい。危ねえ。こいつはもう波動拳で戦った方がいいっすね。近寄らない方がいいっすね。これもちょっとね、ワンコイン分だけやりますね。これでもこのコントローラーじゃね、その弱中強の加減がちょっとできないですけどね。ボタンが4つしかなくてね。やばい。やばいやばい。しまった。強えな。そうそう。角度ですよ。昇竜拳の角度が。よし、倒した。危なかったな。やばい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 、ピヨってる。床ファイヤーの飛んでくる方向もおかしいね、これ。おかしくなってる。すげえな。うわ。うわ、昇竜拳出ろ、昇竜拳。ゲーム時間19時間って書いてるけど、そんなやってないですからね。よくわかんないですよ。こういう表示が出るんです。あー、負けた。敵めっちゃ強いな。この昇竜拳思ったより威力ないから、これ弱でやってんのかな。弱ボタンなのかな。弱中強のね、この加減ができないからどうしようもないんですよ、そこはね。しょうがないんですよ。このコントローラーじゃね。だって1個しかないもん。キックとパンチのボタンが1個しかないから、加減できないんですよ。多分弱ボタンしかできないってことやね。やばいやばい。リュウ強いわ。強いわ、リュウ。おお、スローのやつで先出してきた。よし、勝った。危なかったね。最初結構やられてたからね。そうそう、これ、そういえばこのバージョンのスト2ってね、空中で技出せたな、そういえば。
よかった、よかった。そうか、それ英語ですよね。セリフがね、外国版だから。あ、そうか。そういえばこれ、強キックができないから、そう。あれができない。かかと落としできないんや。これでやるしかないんやね。あー、足りない。時間足りない。今、L ボタンでキックボタン、キックが出たから、これ2なのかな、多分。だから、強ができなくて、弱と中しかできないのか。強い、ちょっと待って。こいつ、波動拳の方がいいのかな、飛び道具の方が。あー、でもやられた。でもこれアーケード版なんでね、難易度設定できないから難しいんでしょうね。やっぱりな、所有権の威力が弱いな。弱しかできないから。倒した。あ、できるわ。これ中、あ、これが中か。あ、そうか。弱と中はできるんですよ。そういえばね。強ができないんですね。もうドラゴンパンチになってた今。ドラゴンパンチ、ドラゴンタンスか。やばいやばい。やばいやばい、危ねえ。危ねえ。やられるとこやった。ワンコイン分しかできないからね。これやられたら終わりですからね。今のね。ブランカ。これでもスト2ダッシュやけども、妙にスピードも速く感じる。スト2ターボみたいな感じで感じるね。あー、やられた。全然竜巻旋風脚使ってなかったね、よく考えたら。スロー波動拳ね。これ威力ありそうなんやけどな。おい、もうまた胸食らってる。おい、弱やからでもね、威力が弱いね、この波動拳は。やばいやばいやばい、やられる。やばいやばい、やられるやん。あぶね。あー、やられた。負けましたね。はい、一応セーブしようか。はい、これで、で、これでやめるですね。